HE100、ハインケル HE100 は、ドイツのハインケル社が1938年に初飛行させた高速の単発タンザレシプロ戦闘機。世界速度記録樹立時 HE112U、HE113 という名称で、プロパガンダとして公式発表したケースもあった。計1 9機が試作されたが、正式採用されずに終わった。大日本帝国海軍が本機を購入したことでも、 知られる。メッサー・シミット BF-109 との競争施策に敗れた前作 HE-112 の剣道従来を期し、ドイツ航空省からの正式な試作加盟な気ままじゃないコード P1035 の下で自主開発が進められた。双子のギュンター兄弟は翌1938年1月22日に初飛行した。HE-112 が b f 1 0より劣速で、 上昇力でも運動性でも劣ったことへの反省から、軽量化と徹底的な生産合理化、高速化のための空力的洗練が図られた。抵抗を減ずるため集中冷却機を廃し、主翼外反を表面冷却機とした結果、同じダイムラーベンツ DB601A を搭載する、当時の新鋭機 BF109E より、時速 80km 有速を示した。h e や、 BF-109 で離着陸時の事故を多発させていた外側、引っ込め式出脚に対し、間隔が広く、一般的な内側引っ込め式に改められていたが、過剰な軽量化のため故障が頻発した。また97式戦闘機以降の一連の中島飛行機製制ンザ戦闘機と同様に、主翼前沿行対角を例とする手法は、本機以降、ハインケル社でも上等化し、 HE280、HE219、HE162 HE ラに受け継がれている。内翼の上、会議図の漏れで、軽い逆丸翼を構成している。1938年6月5日、ドイツ空軍内では異例に、ハインケル社に、好意的だったエルンストルデット大佐自ら、操縦官を取り、 通常型 1175HP エンジンの試作3号機で 100km、周回区間の世界速度機、時速 634.32km を出すや、航空省はこれを、HE100 ではなく、HE112U、U は、ーデッドの頭文字の成果として発表した。さらに水、メタノール噴射装置付け高架球仕様の改造を DB601 に換装し、 欲言を短縮した増加試作8号機は、ハインケル社テストパイロットのハンスギターレの操縦で1939年3月10日に、高度50メートル以下1キロメートル区間時速746.606キロメートルの公認記録を樹立したが、空軍省はこれも、実戦配備中の HE112U によるものとして、対外宣伝した。期待通りの高性能を発揮した。 HE100 の正式採用をハインケル社は確信したが、戦闘機をメッサーシミット社の専任とすることが空軍省の当時の方針とされていた。また、HE100 自体の機体設計も、被弾率の高い主翼を表面冷却機に当てたことが、脆弱性を高めることは自明であり、高い失速速度と高翼面荷重、発動機化まで廃止して、エンジンをバルカヘッドに付けするなど、 懲りすに投票された生産性、整備性上の問題点も多く、実用性に対する懸念は当初から強く持たれており、前線で活躍中の BF-109 の大量産を、現時点まで HE-100 を並行配備すべきとの積極的な指示が得られず、搭載する DB-601 エンジンの生産数が限られていたため、HE-100 を生産すれば同エンジンを搭載する BF-109? BF110 の生産源となる、それまでの努力は水泡に返した。さらに、航空省と宣伝省は、メッサーシミット社に、速度記録用の m ー209を特性させて、HE100 の記録を塗り替え、これを、大々的に、対外宣伝したのみならず、記録更新を目指した、ハインケル社に禁止命令を下した。この m 209は、実用戦闘機化が計画され、 製作された4号機にあたる Me209V4 は DB601A エンジンを搭載しトラブルの多い表面冷却をやめ主翼仮面に通常型のラジエーターを備え1939年に初飛行した。しかし HE100 とは異なり元が速度一辺倒で設計された機体だけに実用機として使用するには問題多く肝心の速度性能も 機体の回収や武装によって、機体重量が増加したため BF-109E を下回るまでになった。そのため今後改善の見込みがないとされ、開発計画は中止となった。結果として、HE-100 は HE-177 の開発経緯と同様に様々な説が語られている。ハインケル社では A、B、C 各方に続き、自費で、 増加試作型の HE100D-0 を3機、量産準備型の HE100D-1 を12機、製作した。これは、レーサー的性格が強かった初期型から、戦闘機としての実用化に転じたもので、尾翼面積を拡大して、方向安定性を増し、一部は、自社の HE111 など、爆撃機に用いられていた、ユンカースも211へ換装し、表面冷却機から、 コンベンショナルな胴体シモ版埋め込み式の集中冷却機に変更するなど、度重なる改修を施したものの、原設計が d b 六百一を前提に特化されていた結果、突出した高速性が失われたこともあり、不採用の決定はついに覆らなかった。しかし、h e 1 0 0 d 一は h e 百十三のかなで主樹に明細され、あたかも実戦配備されているように、 対外宣伝されたため、連合国側でも HE113 との交戦記録を申請するパイロットが続出した。実際、HE100D-1 のうち3機はハインケル社の工場防空に当たっていたが、快適機械はなかった。不採用が確定した後、ハインケル社は、Z 戦闘機 HE280 計画に注力することになり、余剰化した HE100 は、 ソ連と日本に放出された。日本海軍は、太平洋戦争開戦直前の1941年に、HE100D-0 を3機、2機の HE119? と共に購入し、ハインケル社からクルトシミット技師を招兵して、ハインケル100型戦闘機、略不合アックス1の名で、日立航空機千葉工場による国産化を前提に評価試験がなされた。小田テルフミ。 海軍航空技術省、飛行実験部戦闘機担当主務部員は、相当数購入するという協定があったとしている。全備状態で、時速 670km もの高速を実地に、発揮して関係者にショックを与え、局地戦闘機としての適性を示したが、操縦が困難で航続力に劣ること、生産に要する技術が、当時の日本の水準を超越してたこと、 輸送中に破損した生産地ぐ類いを再手配したところ、海戦によって輸送手段を阻まれたこと、初戦の海進撃の最中で防空思想が薄れていたこと等から採用を見送られた。構造はその後の海軍機を設計する上での参考にされている。実際に本機を操縦した小福田は上昇飛行中に主翼上面前方の穴から、 蒸気機関車のような蒸気が紛失して驚いたと改装し、武骨で実用的で合理主義、時に搭乗員の意見も量産性のために無視するなど、ドイツらしい戦闘機と述べている。独ソ回戦前のソビエト連邦も、性能を落とす改造を受けた全機試作機、V1、V2、V4、V5、V6、V7 を購入している。 HE100D-1 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。